ネメシスはアメリカ国家安全保障局が運用中のアメリカ合衆国の資銀と偵察衛星のシリーズであり、ネメシス1とネメシス2の2機の配備が確認されている。正式道場に配備され、正式道場の他国の通信衛星の近くに忍び寄って地上の地球局からの通信電波を傍受するフォーンサットと呼ばれる諜報活動を行っている。 同じく正式土壌で死人と活動を行っている発展型、オリオンシリーズの衛星は地上間の通信を直接衛星で防受するオーバーヘッドと呼ばれる重宝活動を行うために直径100メートルを超える巨大な受信アンテナを有しているが、ネメシス衛星は通信衛星の近くに忍び寄り、通信衛星に向けられた地上からの比較的電力の 大きな電波を横取りすることが可能なため受信アンテナは通常の通信衛星のものと同程度の大きさである。その代わり高い機動性を持っておりターゲットとなる通信衛星を頻繁に変えて忍び寄るマニューバーを行っていることがアマチュア観測者たちによって確認されている。USA-207 のミッションパッチ正式道場で2機の商用静止衛星に忍び寄り 通信情報を投手しているパン。2011年7月4日撮影後にネメシス1と同定されることになるアメリカ合衆国の機密衛星 USA-207 は2009年9月8日にアトラス V-401 ロケットを用いてケープカナベラル空軍基地から打ち上げられた。打ち上げロケットの正式軌道への衛星投入能力から考えて衛星の質量は 最大で 4950kg と推定された。この衛星の名称がパンであること、ロッキード・マーティン社により製造され、衛星バスは、同社の通信衛星用の A2100 を用いていること、以前から存在が明らかにされている同社の P360 として、知られているプロジェクトと同じものであることなどは、打ち上げ前後のロッキード・マーティン社のニュースリリースなどで明らかになっていた。 しかし、アメリカ国家偵察局を含め、アメリカ政府の、どの機関に所属するかは公表されていなかった。これは、異例のことであり、ロール番号も割り振られていない。打ち上げの翌日に、米空軍宇宙軍団は、ニュースリリースにおいて、この衛星の名称がパンであることを正式に確認し、用途は、通信衛星であると説明しているが、所属機関や、さらに詳細な用途、 目的は公表しなかった。打ち上げ前にミッションパッチが公開されているが、これには、パンパラディウムエーティーナイトという意味不明のロゴと、ユナイテッドローンチアライアンス社とアトラスロケットのロゴ、第45航空団を表す、45SW の文字、そしてフライトナンバーが記載されているだけであった。パンは、パラディウムエーティーナイトの略号だとされているが、これは、 無意味なフレーズであり、衛星の正式名称が本当にパンなのか疑念を抱かせるものであった。これらは衛星の正式名称を詮索させないように一般人に与えられたディスインフォーメーションではないかと考えられたが結局これ以上の情報は与えられることはなかったためパンの名称で落ち着くことになった。衛星の正式名称、目的が不明なままアマチュア観測者たちは パンの行動を追跡し、その正式道における尋常ではない行動を観測して、さらに困惑を深めていった。アマチュア観測者の間では、対テロ戦争における中東でのドローンを用いたターゲットキリングの実施時期と、パンの活動が活発になる時期が符号する傾向があることが指摘され、パンはドローンのコントロール専用の通信衛星では、 内科との推測がかなり有力な説として注目されていた。これは衛星バスが通信衛星用の A2100 であるという公表情報とも符合するものであった。パンが死銀と衛星ではないかという見方もアマチュア観測者の間ではあったが軍事行動の足を引っ張る恐れがあったのでこのアイデアは少人数のサークルの中でのみ共有され公表されることはなかった。 一方、ネメシスという名称の資銀と衛星の存在が最初に一般に明らかにされたのは、エドワード・スノーデンが2013年8月に暴露した、米国政府の情報プログラムの2013、会計年度予算の米国議会への予算説明書の中であった。この資料中の予算一覧表の高校度、資金と衛星の項では、ネメシスにという名称の衛星の2011、 会計年度の予算が計上されていたが、この時点では、ネメシス2がアマチュア観測者たちが把握している、USA 衛星のどれに該当するか、その任務は何なのか衛星とは何が異なるのか、ネメシス1は存在するのか、など不明な点が多数あった。この段階では、アマチュア観測者たちの間でも、パンとネメシスを結びつけるアイデアはなかった。少なくとも、 2009年に打ち上げられたパンの予算が2011年度予算に計上されているはずはないのでパンがネメシス2ではありえなかった。後にネメシス2と同定されることになるアメリカ合衆国の機密衛星 USA-257 はパンの打ち上げから5年以上経過した2014年9月17日に同じくケープカナベラル空軍基地から打ち上げられた。この衛星が クリオという名称であること、およびパンと次のような類似点があることは、ロッキード・マーティン社のニュースリリースなどで打ち上げ前から明らかになっていた。これらの類似点から、アマチュア観測者たちはこの衛星はパンに類似した任務と機能を有すると予測していた。以上のような様々な疑問に対して、2016年9月6日にザ・インターセプトに掲載された、やはり、 エドワード・スノーデンがリークした一連の秘密資料によって突然真相が明らかにされ、パンがネメシス1であり、クリオがネメシス2であることがこれらの資料により確認された。特に NSA シドタデイ、通入コレクションアセッツ2グレートリーエクスパンド、MHS ターゲットカバレージキャニューアリ 2009? という題名の資料は、 NSA の職員向けの内部ジャーナルであるが、新しく、オリオン衛星とネメシス衛星の各々の一機が、イギリスに置かれた、米英共同運用施設である、A 空軍メンウィズヒル局というスパイ衛星の運用局の制御下に置かれることを紹介する、内容である。この中で、現在のところ、2009年4月11日に打ち上げ、予定の衛星は、フォーンサット、つまり、 商用静止衛星へのアップリンク信号を傍受する予定である。と述べ、衛星バス A2100 を用いた衛星のイメージイラストが添付されており、この衛星がパンに該当すること、及びその正式名称がネメシスであることは間違いないと考えられる。また、これらの資料から実際にはパン及びクリオは通信衛星ではなかったが、ターゲットキリングの実施時期と、 パンのマニューバーの時期が符号する傾向があるという指摘は全く的外れというわけではなかったことが明らかになった。ネメシス1及びにはターゲットにされたテロ組織の幹部等の動向を通信記録などから追跡しターゲットが現在どの位置にいるかを特定しその情報をドローン操縦者に提供する役割を持っていた。コストハンター作戦においては 前述の A 空軍メンウィズヒル局が、メンター4衛星とネメシス1衛星を含む、スパイ衛星の運用を担当し、収集された情報の分析においても、中心的な役割を果たしていたことも暴露されている。レイ、ジャスティン、アトラスロケットチームコンティニューズアクティブ、イヤーオブローンチズ、スプスフライトナウ、2009年8月31日、閲覧、ガンター、 S, S スペースページ2018年1月8日、ネメシス1、2ABC、ロッキード・マーティン社、謎の衛星クリオを9月16日に打ち上げ空へ。2019年2月11日閲覧。AB、クリオ。VV をスペース・エンサイクロペディア。2019年2月12日、閲覧。イノベーティブ・ロッキード・マーチン、ビルト・サテライト・システム・オペレーティング・サクセス・フリー・オン。 オービットロッキード・マーチン・ニュース・リリーシズ。2019年2月11日閲覧。AB クルーズ・ウェマージョ・オーバー・ミステリーサテライト・スーン・アフター・ローンチ。スペース・ドット・コム2009年9月9日。2019年2月11日閲覧。ハイライトロッキード・マーチン・スペース・システムズ・カンパニーピアニッシモ28-2011年6月26日時点の オリジナルよりアーカイブ。2009年9月6日閲覧。コバルト、クレイグ、シークレットパン、サテライトリーズケープミルスプイスローオンチサージュ。スプスフライトナウ。2009年8月31日、閲覧。45ススペースウィングローオンチズアトラス。ブイリフティングガバメントコミュニケーションズサテライト。2019年2月12日閲覧。パン、エスラビリンス。 バイドウェインデーマンデー、ザ・スペース、レビュー・オーガスト24-2009、2019年2月12日、閲覧。ABCD ・ラングブロック、マルコ、ANM メシス・イン・ザ・スカイ・パン、メンター4、アンド・クローズ・エンカウンターズ・オブ・ザ・シギンと・カインド。ザ・スペース・レビュー、2019年2月12日、閲覧。FI2013 コングレッショナル・バジェット、ジャスティファケーション・ボリューム。 アイナショナルインテリジェンスプログラム。U.S. Office of the Director of National Intelligence ピ。ピアニッシモピアニッシモ167から168。2019年2月12日、閲覧。ロッキード・マーチン・ビルト。クリオ・サテライト・サクセス・フリー・ローンチド・フロム・ケープ。カナベラル・エア・フォース・ステーション。ロッキード・マーチン・ニュース・リリーシズ。2019年2月11日、閲覧。ローンチ。 デートフォーロッキード・マーチン・ビルトクリオ・サテライト・セット4セプテンバー十六ロッキード・マーチン・ニュース・リリーシズ二千十九年二月十一日閲覧マルコ・ラング・ブローク ANM メシイン・ザ・スカイパンメンター四アンド・クローズ・エンカウンターズ・オブ・ザ・シギント・カインドザ・スペース・レビュー二千十七年五月五日閲覧 AB インサイド・メイム・イス・ヒルザイヌ S ・ヌ・エーネ・エー エスブリティッシュベースワットザハートオブ U.S. トジティットキリング、ザインターセプト、2016年9月6日閲覧。シークレットインデバースオブミステリアススパイ、サテライトリビールドインスノダンドキュメンツ、スペースニュースビヨンド2016年9月12日、2019年2月12日、閲覧。NSA シドタデイ、通ニューコレクションアセッツーグレートリーエクスパンド。 MHS ターゲットカバレージジャニアリー2009ザインターセプトナショナルセキュリティエージェンシー2019年2月13日閲覧通入コレクションアセットツ2グレートリーエクスパンド MHS ターゲットカバレージナショナルセキュリティエージェンシー2017年5月4日閲覧ありがとうございます